巷で噂のね、ドラゴンアインがね、かなり頑張れるらしいってことでね、今研究中なんだよね。それをまあいろいろ足りないカードがあるらしいけど。そうですね。で、まあざっくりどういうデッキかちょっと。そうですね。まああの、はい、噂にしか聞いたことがないので、はい、まだ。実際見たことないんですよ。じゃあ、はい、イメージトレーニングしかしてないと、ね。そうですね。はい、人づてに聞いた話を元にして。うん、あの、うん、使われてるカードとやってることを考えると、うんうん、多分こういうことしてるんじゃないかなって思うので、うん、あ、なるほど、はい、じゃあちょっとなんつうのエアープレイというか、実際にプレイを重ねたわけではないです、はい、で基本的にはですね、あの、決め手となるのはもちろんあの、まあ、この味だハンカーが、ね、はい、あのアインの、まあ、マイドマジン、本当はアインらしいカードが採用されている、はい、伝統の、はい、これが、はい、まあ、最初にやっぱり活躍していきます、うん、これね、ハードオフにね、なんかすごい500円ぐらいのこう、大量セットみたいのがあってさ、表紙が味だハンカーで売ってたよバディレアではなかったけど、いやでもこれは今あの今高いよね、はい、今高いというか、うん、だんだん在庫が各店なくなってるっていう話を聞いています。ギャラクシーバーストだもんね、あれ無く意味、はい、今さらって感じですね。しかも、うん、これ再録されてたことが1回だけあったんですけど、あったあったあった、ただってあん中にも1枚しか入ってなかったりとか、あ、そうだっけ、そうなんです、あ、新しい、そうなんです、あのこっちがたくさん入ってんだけど、うん、いやでもこっちはなんかないとかいう、いや、ギャラクシーバースト向いてほしいって意味だよ、そうですね、そこのデッキなんですけども、まあ、基本今やっぱカオスとかあの黒竜とかがいっぱいいる中で、うん、やっぱその答えとしてやっぱ全体攻撃が強いんですよね。強いね。というのがあのそれで、いや普通に強い、うん、はい、それを証明したのがあの過去の悪神竜が強かったんですよ実際、うん、はい、悪神竜が黒竜とかカオスに対してとても有効なアタックをしていたので、はい、はい、そこから多分 ある意味ヒントを得たんじゃないかなって思うんですけども、まあね、しかもそうです、ね、効果による破壊じゃなくて攻撃による処理で破壊されるんで、ね、はい、そうですね、戦闘破壊なので、はい、そこも面白いところで、はい、なので、はい、あのどんだけたくさん場面展開しようが一発の上に沈んでしまうっていう状況なので、うん、そうだね、はい、1万だからカオスムとかもね、そうですね、しかもこのアジダハーカって、うん、まあ、初期のこの一番、ね、最初のやつですけど、うん、これがですね、やっぱり優秀なのがプレイヤーごと攻撃できるっていう、うん、そうそうそう、はい、分かりにくいよね一瞬、ね、これなどういうテキストだったっけ、プレイヤーが攻撃するときに代わりに相手のモンスター全てと相手に攻撃するって感じですね、うん、はい、うん、でこのカードが相手にダメージを与えたときに相手のアイテムを破壊する。そうよ、そんな効果もあったな。さすが強いな。アイテム破壊とか強いな。とても強い効果を持ってますね。うん、はい、というわけでこの能力のもとで全体攻撃をして、うん、プレイヤーにダメージも与え武器もすでに破壊していくという、うん、確か盾使ってもどこかに1回分しか防げないんだよね。盾、いや、あの盾を使うとですね、うん、あのであの出所を1回を止められてしまうので、うん、全体アタックそのものがなかったことになっちゃうんですね。あ、そうなの？はい、だからあの例えば何とかの盾とか言うと、うん、はい、あのそのあれが俺の認識と違ってたよ、その、はい、発生源が止められてるので、うん、その攻撃試算した攻撃が全部止まった、全ての攻撃は無効になるんだ、そうです、ここを、うん、元を止めてますっていう扱いになるので、うん、そもそも止まっちゃうんですね、はい、なので俺なんか間違いかな、間違った最低を俺認識してた、うん、なので、まあ、縦1枚で止まってしまうのはもちろんなんですけど、まあ、でも、うん、なければ全部入っちゃうので、うん、まあ、絶対やる価値はあると、で、このカードが、まあ、やっぱりこう、とは言ってもね、このカードやっぱ真骨頂は破壊された時ですよね、うん、やっぱりこの、アクワルタ・グワルナフ、はい、はい、そう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 、これ強いんだよ、強いですね、攻撃力1万2000、打撃力6で効果を消すんだよ、あ、ソウルガードを消す、ソウルガードを消すってのです、ね、ソウルガードを消して殴るっていう、はい、そうですね、で、このカードにアタックされたカード、はい、カードは、そのターン中ソウルガードが消えるんです、うん、ターン中です、あ、本当だ、単中って書いてある、例えば、まあ、後田に向かってアタックって言って何か のカードで防がれたとしても、その単中、うん、後田のソウルガードが消えてるので、うん、る他のカードが破壊したら後田沈みます、ペチリで落ちるかもしれない、はい、うん、まあ強いね、はい、あとね守備的な効果もついてるんだよこれ、そうですね、うん、はい、あのカード1枚でアタックしてくる攻撃に対してその攻撃を無効にするっていう能力を持ってるのでそうそう、ノーコース無効、つまり連携してくださいっていう、はいはい、連携を強いるということができるわけですね、はい、攻撃回数を大幅に減らすことができる、だ今バッツみたいに、まあ、ここまでの話はまあ、はい、本当に2年目の初めにやった話 で、ね、はい、ありましたで、はい、今の環境なんでこれになってるかというと、はい、まあ、さっき言ったように全面展開する黒竜みたいな敵が増えたために、うん、全体攻撃がとても有効になったというのがまず言って、うん、でその次にですね、バッツみたいな連続アタックのデッキが増えたがためにですね、うん、連携アタックを強いるカードによって攻撃回数を極限まで減らせるという点があるんですね、うん、まあね、うん、はい、で
そこは想像しやすいぞ、はい、昔から知ってる人はそこまではもうね、はいはい、ご存じかと思いますが、でこの後ですね、じゃあ最近何がどう変わったかというとですね、うん、一つはですね、これなんですよ。はい、これ、はい、はい、はい、ですね、でグリトネアという、はい、カードです。これ が、まあ、割と最近目のカードですね、はい、最近のカードですね。これがですね、対抗で自分のドロップゾーンのカード1枚をデッキの下に置くとですね、その単中相手の場のカードすべての攻撃力と守備力が2000下がって打撃力がマイナス1になるんですね、うん、なるほど、単1効果ですね、はい、そうですね。でこのカードを攻撃した時ドロップが3枚があると2回攻撃を得るんです。このカード、ああこいつ自身もアタッカーとして使える、はい、アタッカーとして機能していきます。はい、で、じゃあこの人何が強いかというとですね、はい、ドラゴンアインってこのアジダーカー出すためにサイズ4じゃないですか、はい、必ずこれを貼るんですよね、スローンね、サイズ4ドラゴンスローン、はい、これを貼ります、はい、そうするとですね、これも同じ目からですね、はい、アクワルタ・グアルナフが、こう装備された後にですね、まあ、はい、アジダーカーが破壊されてグアルナフが装備されましたと、うん、この後ですね、例えばグリトネアっていうとですね、うん、はい、まあ、打撃マイナス2、打撃マイナス2、パワーマイナス4000、なるほど、はいね、でこのカードしかも移動もしてもその気になったら移動するってこともできるんですね、うん、はい、ああなるほどなるほど、そうなんです。で攻守に優れている、で相手の攻撃力を4000下げた上に移動まで持っていて、かつ、うん、ここは単品アタックが効かないんで全部連携になると、うん、攻撃回数もたかが知れてると、うん、そうだね、いうことになるんですね、はい、うわー、はい、はい、でそうすると打撃マイナスに痛いな、うん、でそうするとですね、ほとんどダメージ受けないんですよ、この布陣作ると、うんうんうん、はい、ほとんどダメージ受けずに、うん、でこっちはガリ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 攻撃していくんですね、うんうん、でドロップゾーンのカードを送って効果発動しますので、ドロップゾーンのカードは必然的に3以下になっていくんです、どん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 、なので2回攻撃2回攻撃っていう状態を作り出すことができるので、はい、で攻撃してる側もとても強いですよ、ここ2回攻撃してきますよ、ここ打撃力6ですよ、さてあなたはどこを止めるでしょうなんですね、うん、でも2回攻撃ってドロップ条件結構ね、はい、もしあれだね、終盤だとダメだね、はい、と言いたくなるんですが、ですね、こういうカードもちゃんと入ってるんですよ、ね、割といけちゃうのか、はい、天竜神明、まあ、これ普通に採用されるんで、ね、はい、これによってですね、まあ、ドロップしながらドロップ3枚戻すんだっけ、はい、戻していきます、まあ、これどんどん戻していきます、ね、そうね、普通に使われるもんね、はい、でこれ戻していくことによって、はいはい、ドロップの数がどんどん3以下になって、うん、まあ、それで言うと2回攻撃はなくてもいいんですよ、はいはい、別に1回ずつ攻撃も十分強いんで、はい、でも守ってるうちに必ず3以下になるんです、うんうん、絶対で1枚1枚戻してこれ引いたらさらに3枚戻しますから、あ、本当そうか、ドロップたまんないんだ、やってるうちにどんどんドロップが戻っていくはずなんで、はい、なので、とても強固な守備ができるんですね。で、あとは、まあ、ドラゴンアインを回すためのドロー加速カード、うん、でですね、最近だとこれが入りましたね。ああ、そっか。アインもワールドシェルいっぱいあるからね。はい、これ、例えばアクワルタや、あとドラゴンスローはダークネスですから、これだけでチャージアンドローは確定っていうことで、ね、はい、しますね。はい、できるので、はい、ゲージも伸ばせると。あ、強いね。はい、それは強い、ね。でですね、まあ、このカードは防御向けの話で、かつ、まあ、攻撃不陣の話をしましたが、はい、じゃあ、フィニッシュはどうするのかっていうと、まあ、これがあるよねっていう。これが、バルバッツ、はい、これはトライアルですね、うん、正直なところシーフルとでもいいんですけど、うん、はい、まあ、今トライアルの方がコストが安いのと、それからそんな枚数持ってないんで、うん、今これにしてるんですが、ああ、まあでもドラゴン相手手札してるのきつそうだから、これでいいんじゃないかなっていう、こっちの方がいいかもしれないっていう、はい、あ、そうだね、おー、こんにちは、結構すると攻撃が終わった後に逆転っていうと、これとアクワルタグラフが起き上がったかもしれない、それだけで十分かもしれない、ね、そうですね、はい、なのでこういうことされるだけで、うん、もう正直こんな布陣作られたらどうするのって言われてこれじゃあこれ宿の罰でも、まあそれはそれでハンドコスト、これほど起き上がるので、まあ、それはそれでありかと、でもこいつが起きるだけで十分な感じはあるね、そうです、フィニッシュの時はもうこれごと起こして一気に攻めていくみたいなこともできるなるほど、はい、ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと